こんにちは、じゅんちゃんです。こんにちは。本日もですね、ちょっと皆さんにシェアしたいことがあったので、この魔法使いの学校を、開講してまいります。イエーイ。イエーイ。はいはい。じゃあ今日ね、シェアしたいことがあったので、この動画を今、撮らせてもらってるんですけど、いつもだったらノートにこう書きながら皆さんにお話しさせていただいてると思うんですけど、今日はちょっとこの私の姿を見ていただいた方が伝わるかなって思ったんで、今日はねちょっと顔を出しながらお話しさせていただきたいと思います。ただちょっと自宅でのんびりしてる時に、あ、これみんなに言おうっていう感じで今急遽動画撮ってる感じなんで、すいません、メガネにすっぴんで、すいませんね。ちょっとラフな感じで見ていただいたらいいかなって思うんですけど、今日皆さんにシェアしたいその内容っていうのが、ゴールデンルールっていうもの、黄金律っていうものについてちょっとお話をさせていただきたいと思ってるんですけど、要は一体どういう流れでその話をしようと思ったかというと、ここ最近のねご質問で結構多く来てたなって思う内容が、純ちゃんが日頃気をつけているなんていうか習慣であったりだとか、日頃のその過ごし方であったりだとか、何らかのそのルール、自分で設けているルールみたいなものがあるんだったらそれを教えてほしいんですっていうようなご質問が結構来てたんですね。なので私自身は基本的には皆さんに今までお伝えしてきたものを自分で実践してすごくいいと思ったからみんなにこうお伝えしてるってものではあるんですけど、でもこれ1点そういえばこれ言ってなかったねって思ったちょっと習慣が1個だけあったんで、ちょっとこれをこの後お話ししたいと思います。で、なんだ、ただそのなんていうかな、どんな時にも自分自身が本当に幸せになりたいって思ってたり、幸せになりたいっていうか、その幸せというものをしっかりとキャッチして生きていくっていうことがある時には、やはりそのよく成功哲学っていう言い方をしたり、成功法則って言ったりだとか、引き寄せの法則っていう言い方もするかなと思うんですけど、そういうところで言われる黄金律、ゴールデンルールっていうのはぜひ皆さんにはしっかりと覚えておいてもらいたいんですね。覚えておくだけではなくて、インプットだけではなくて、やっぱりアウトプットまでしていくっていうことが非常に大切になってくるんで、そこの部分はちょっと改めて今先にお話しさせていただきたいんですけど、本当に自分自身が幸せをキャッチする、どのような幸せでもいいと思うんです。ビジネスっていうものが拡大していくでもいいと思うし、じゃあ健康っていうものが今よりもさらにあるという状態を選ぶんでもいいと思うし、パートナーシップ、恋愛、健康、結婚か、こういったものっていうのをしっかりとキャッチして、自分が幸せだなって感じるっていうその状況を作りたいっていう方々はぜひ知っておいてもらいたいんですけど、自分自身がされたら嬉しいということを先に人にするっていうことをやってると、結局のところこれなんていうのかな、自分自身もうわ、本当にこういう幸せがあって嬉しいなって感じる生き方になるって言われるのが黄金律、ゴールデンルールって言われるものなんですね。いわゆる成功法則とかで言われるのがそれなんですよ。なのでどんな時にもされたらやるとか、お金が入ってきたら出すとか、そういうことじゃなくて、常に先出しなんです、エネルギーは。出すから入ってくるっていう考え方が黄金律にあるっていうのはぜひ皆さんは覚えておいてください。なのでお金が入ってきたら出すっていうことをやってると、これはお金は入ってきづらいという人になってきてしまうのはぜひ知っておいてもらいたいです。なのであとはなんていうのかな、人からじゃあ本当ありがとうって言われたいのであれば、先にありがとうってたくさんの人に言っておくことが大切なんですよね。なんか見返りを求めてやる感じにはしないでもらいたいですけど、ただただその場所にいる人たちにいつもありがとうっていう言葉をかけているから、周りの人たちからありがとうって言われるっていう、そういう状況になっていくっていうのが黄金律としてあるので、私自身もここはかなり気をつけています。なのでなんていうかなんていうのかな、やっぱりじゃあ夫婦で喧嘩をするっていう日もあるわけじゃないですか。
でそういった時にもやっぱりごめんなさいっていう言葉をちゃんと言う、まあでも私は結構強がりなんでこうでうーんみたいな、なかなかごめんなさいって言えないっていう時とかもやっぱりあるんですけど、でもあのなんていうかごめんねってやっぱり言うっていうことをやると、そうするとやっぱり旦那さんもいや俺もこうやってちょっとこういうとこ言い過ぎちゃったからごめんねって言われるっていうことが起きたりだとか、うん、ありがとうっていうことを言うから、いやいやいつもありがとうねってこうやって言われるみたいな、そういう循環もやっぱり起きるんで、ぜひそこはね知っといてもらいたいなって思いますね、うん、だから私もお金っていうものは入ってきたら出すんじゃなくって、あのなんだ出すから入ってくるっていう、その黄金率の中で自分は生きてるから、これがずっと回ってあのどん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 収入も上がってってるんだと思います。うん、まああとやっぱりこう人からされたらやっぱり嬉しいことを先にしていくっていう、うん、これは本当に大切なんだよな。そう、まあちょっとそういうのはねぜひ知っといてもらいたいんですけど、それがあのいわゆる黄金率、あのたくさんのこのさまざまな幸せが入ってくるっていうそのものになるんですけど、あの私自身が実はあのなんだろう、そのプラスして結構その習慣としてあの自分の中で気をつけていることをちょっと今あのなんだ冒頭で言ったことですけど、なんだ私のその習慣というかちょっと一個の法則っていうところをお伝えしておくと、私ね実はねこれねみんなに言ってなかったかな、言ってなか言ってまあでも言ってないか、またより変態扱いされたら嫌だなとか思って言ってなかったんですけど煩悩の塊すいませんあのね実は私あのなんていうかな、日常で結構気をつけてて、あこのこれは身につけといてよかったっていう習慣がこれね、口角をこうやってうんってあげるっていう、これでこれを身につけてて本当に良かったなって思ってて、でこれは本当になんていうかあのゴールデンルールに入るんだろうなと思って、あの自分が習慣化してるものなんで皆さんもちょっと知っといてほしいんですけど、あの要はこのうんってこうやってこうやってうんってこうやってちょっとニヤッとするっていうのあるじゃないですか、これっていうのをやるようになってからニヤッとするとか笑っちゃうみたいな、なんか笑顔になっちゃうみたいな、なんかそういう現実が作られやすくなったっていうのは実際に起きていて、これは本当こう毎日が楽しくなるんでみんなにも知っといてもらいたいです。うん、なんかなんとなく自分が気落ちしちゃったりだとか、なんかモヤモヤ悶々としちゃうみたいな、そういう時ってあるじゃないですか、日常こうやって生きてると。でなんかそういう時こそあの自分自身がなんか気持ちが落ちてるなっていう風に感じる時こそ、なんていうか、まあ、感情は感じきってもらいたいし、自分自身が気落ちしているという状態を否定はしないでもらいたいんですけど、でもちょっとできそうだったらその時にみたいなみたいな感じになるっていうのは結構いいと思う。これ不思議なんですけど、やってもらったら分かるんですけど、にみたいな感じでこうやってやるとなんか知んないけど笑えてくんの。これ本当不思議なんですけど、なんかなんだろう、なんでなんだろう、なんかみたいな、なんか私は声が出るからなのかなみたいな、なんかこうやってるとなんかだん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 内側が面白くなってきちゃうんですよね。なんかウケんですけどみたいな。でそのような状態になってるとなんか本当に笑っちゃうような出来事が日常でたくさん出てくるんですよ。面白いんですけどみたいな、なんなのそれみたいなやつが結構いろいろ出てくるし、ビジネスとかの展開とかっていうのをこんなこと起きるのみたいな、ウケるみたいな、なんかそういうことが起きやすくなったんですよね。うん、だからなんか私はあの結構自分の習慣としてあのニヤみたいな感じはやっぱりやるようにしてますね。うん、これやっといてよかったと思う。でもやっぱりなんかこれはなんかあの成功法則一番てかさっき話したそこにも入ると思うんですけど、人からやられて嬉しいことにも入ってくるのかもしれないですよね。人からやられて嬉しいことを先にやってるから人からされるっていう、なんかだからコンビニとか行った時になんか仏頂面でというかなんかぶっきらぼうにいるっていうよりもなんかにみたいな感じでいるとやっぱり店員さんもすごいなんか温かく接してくれたりもするじゃないですか。なんかっていう感じでいるからなんかみたいな店員さんによく遭遇するんでしょうね。だからそうそうとか、だからそういうのもあると思うし、でもあとやっぱり笑顔になるとかこう笑いって免疫力を上げるって言われるから、体にとってもすごくあのいいことですよね。なんか今のご時世なんか特に免疫力上げといて損はないし、まあ、このご時世関係なくどんな時にも免疫力を上げといて絶対損はないと思うから、うん、だからなんか笑っちゃうっていう、なんか自分がこう口角上げてみたいな感じでやってるみたいななんかちょっと変態ですけど、一人でやってるとなんかとかっていうのなんか、でもそれやってるとなんかみたいな感じに感じる現実がいっぱい作られるんで、これはねみんなやってみてほしいな。
うんうん、でも本当に体にもいいし、なんかよく笑うっていうそのやってるとその免疫力が上がることによって、なんか自分たちが老いとか老けるみたいなやつをこう遅らせることができたり、なんかね、なんだっけ、笑顔でいるっていうか、その笑うっていうことによってなんかがん細胞と戦ってくれるナチュラルキラー細胞でしたっけ、なんかそういうのとかも増えてすごい体にもいいって言いますよね。そうだから、なんかこれはすごくなんか私としては身につけてよかったなっていう、そのなんだ、習慣になってくるんで、ぜひね皆さんもそれはやってみてもらったらいいかもと思いました。そう、そんなお話をしたかったんで、今日はね顔を出してお話しさせていただきました。うん、簡単だからなんとなくっていうのをやるだけみたいな、なんか私声出ちゃうんだよな、口角上げるだけでも多分いいと思うんですけど、私声出ちゃうんですよね、なんかみたいなやっててウケるんですけどそうそう、まあまあでも笑うってすごく大切なことなんで、ぜひ自分自身で気をつけて口角を上げるっていうのはやってみていただきたいです。うん、じゃあまあそんな感じで今日お伝えしたいことはね以上となるんですけれども、ちょっとねこの魔法使いの学校の このチャンネルの動画アップするのを結構ちょっとお休みするかもしれないです。うん、それは何でかっていうと、ちょっとね本当にすごい人数の方にこの、エイブラハムの教え2って、これフォレストさんと今回私でなんだコラボをしているなんだ動画の現実創造の原理のこうやつがあるんですけど、まあ、DVD 版とダウンロード版のものがあって、これのご購入者さんがかなり増えてきているという状態で、その方たちへの特典の動画を撮ったりだとか、まあ、その様々な特典であったり、あとはまだ無料の動画とかもちょっと急遽作らせていただくっていう展開が起きているんで、ちょっとねこっちのこれまだこれ購入されてない方もいるかもしれないんですけど、この動画の概要欄にもこのダウンロード版であったり、なんだ DVD 版のこれのなんだご購入できる URL を貼っておくんで、ちょっとこれにね集中したいっていうのが理由としてあって、こっちの、魔法使いの学校の方は、あとはメルマガかはちょっとしばらくお休みするかもっていうのだけ知っといてください。うん、そうそう、まあまた自分自身がこっちのチャンネルを動かしたいと思うタイミングで、自分のその体の反応を見ながらこっちで動画アップするっていうのは決めていくと思うんで、その自分の体心が叫んだ時にはこちらで動画出させていただくんで、ちょっとそれだけね知っといていただけたらと思います。うん、まあ、とりあえず4月の12日まではこれはお安くご購入できますんで、まだねご購入されてない方はぜひこの動画の概要欄からちょっとねこれの情報もキャッチしてみてください。うん、すごい面白いと思う。面白いっていうか、こう後半で私こういうカツラかぶって喋ってますから、なんかね編集でなんかそれに対するなんだフォローの言葉とかが入ってなかったんですけど、それはなんかそれで編集さんが気を使ってくれたらしくって、私自身はこれをかぶって喋ったら全てをこれでは喋ってないですけど、エイブラハムのその解説の動画を出しているっていうのの後半でこれをかぶって喋ってるんですけど、なんだやっぱり笑顔になってくれる、その笑っちゃうっていう状態をこう保てると結構ね有益な情報ってキャッチしやすいんですよ。うん、なんかうわウケるみたいな感じになってる方がいろいろとキャッチしやすいものもあるかなと思ったんで、このカツラをかぶってお話しさせていただいたんですけど、編集をしてくださった方は逆にそのなんだそのこの今私が伝えたようなそのフォローの言葉を入れないで、ただ突然純ちゃんっていう人がこのカツラをかぶって何の解説もこれに対して何にも触れないでそれを終わりにした方が笑っちゃう人は増えるだろうと思って、あえてそういう風にしてくれたんですってあえてそうだから愛情のもとでのねそれだったんだったら全然構わないなって思ったんで、その状況にしてるんですけど、最近私を知った方はこれをかぶっているその理由が分かんなかったはずなんでねそう実はたくさんの情報をこうゆるーくキャッチしてもらいたいと思ったのでこれをかぶったんですけど、ちょっとそのフォローが入ってないんでそこだけはちょっと理解というかご了承いただけるとありがたいですそうそう、まあでも本当面白いことたくさんお話ししてるんで、ぜひ、うん、これを見てみてください。じゃあまあそんな感じでまた何かねお話ししたいことがあればこちらのチャンネルでも動画撮らせていただきます。じゃあそんな感じで失礼します。口角ねってやってみてください失
礼します。